吉川英氏、三国志、草毛の巻、騎景、一。そこを去って、召官の砦を後にすると、陳東は闇夜にむちをあげて、夜明け頃までにはまた、呂布の陣へ帰っていた。待ちかねていた呂布は、 どうだった召喚の様子はと、すぐ正した。沈騰は、わざと眉を曇らして。案の定、誠に憂うべき状態です。と、言った。両夫はもちろん顔色を変えた。では、我が目の届かぬ出城へ移って。 早くも鎮急は威信を差し挟んでおる様子か孫漢五ンの共柄はもともと三夜の続投なので利を見て動くこともあろうかとひそかに恐れていましたが鎮急のようなご高運の直進までが裏切りを図っておろうとは思いませんでした。実に、 人の心は頼みがたいものです。いや、鎮急は近頃、自分の弦がことごとに入れられないので、俺に拗ねている風があった。危ういかな。何も知らずに召喚へ臨んだら、両婦は一生の大事を謝るところだった。彼は鎮刀の功を称え、次のごとき一作を授けて、再び鎮刀を召喚へ返した。 俺の伝令と偽って、鎮急に会い、何事でも良いから評議に時を移し、なるべく鎮急を酒に酔わしておけ。そして上楼から火の手を上げ、乾の門を開けておくのだ。火の手と共に俺が突き進んで、自身、彼を成敗してしまうから。両夫は、すこぶる賢明な策のつもりだった。で、日没頃から続々と移動を起こし、 全軍将官へ向かって近づいていた先に引っ返した珍道は宵闇のとっぷりと迫ったころ将官に行き着いて駒を降りるや否一大事が起こったと慌ただしく陳宮を呼び出して息を咲きながら告げていった今日曹操の大軍は 急角度に方向を変え、泰山の剣や谷間を渡って、一斉に助手へ攻め入ったという急法です。それゆえ、ここをお守りあっても何のかいもありません。速やかに手勢を引いて、助手を助けに迎えとの命令です。え陳急は愕然と肝を冷やした顔色だった。王とも、矢とも、 陳久が答えない間に陳東はそう言い話したまますぐ駒に飛び乗って闇の中へ駆け去ってしまった陳久は信じたと見えてそれから反国とも立たないうちに召官の主兵は続々と砦を出て助手の方を急いで行った砦はがら空きになったするとその 暗転の暴露台に一つの人影が立ち上がった駒を飛ばして駆け去ったはずの鎮刀であった鎮刀は矢尻にミッションを結びその矢をつがえて絡めての山中へひょっといた真っ暗な山懐を見つめているとやがて松明を振って破み 見た承知の日合図なのであるしばらくすると乾辰巳の二つの門からひたひたと夜の潮のようにこびただしい陣馬が声もなくほかげもなく城内に入ってきたそしてまた墓場のようにしんとしていた陳とうは見届けると 第二の合図を上げた。それはぼうから打ち上げた呪しであった。シュルシュルシュルとヒネズミのような光が空へ走る。場外十里の彼方にあって、その火の手を待っていた呂布は、それ召喚へと一斉に駆け出した。もみに揉んで、全軍、道を急いで行くと、 同じような速度で砦から出てきた大部隊があった上衆を救えと何も知らずに急いできた陳旧の軍隊だった呂布の方でも知るはずはない暗さは暮らし双方とも疑心暗鬼に襲われているところである突然大衝突を起こすとともにかつての戦死にも見られないほどな 賛美な同士打ちを徹底的に演じてしまった。二。果てな両夫はようやく気がついた。同時に、相手の軍勢の中でも。矛を引け者ども沈まれもしや相手は味方ではないか。曹操の軍とも思われぬ節がある。 真急の声がしきりとしていた。バカ脳死口だ両夫は怒鳴った。けれど、そう気がついたのがすでに遅い。双方ともおびただしい支障を出し、お互いに意味なき戦をしたことに呆れ果てて、呆然たるばかりだった。けしからぬ神道の虚言、俺に報告したことと、 措ちに行ったこととはまるで違うともあれ、砦へ行ってよく聞こう。旅婦は怪しみながらも、そこで出会った陳急の兵を合わせ、彼を連れて召喚へ急いできたが、そこへ近づくやいなや、砦の内から一斉に曹操の兵が、不意をついておめきかかってきた。 今度は本当の曹操の兵だった先に鎮道が引き入れておいたものである鳴りを鎮めて待ち構えていた矢先でもある何でたまろう呂布陳休の兵は回乱混争を重ねまたしても徹底的な打撃を受けてしまった呂布さえ闇を逃げまどって 辛くも夜が明けてから三冠の岩陰から出てきたほどである。幸いに鎮急に出会ったので、残り少ない味方を集め、ともかく、この上は助手へ帰って、一試案し直そう、と、焦然と急いだ。ところが、助手の城門へ駆け入ろうとすると、 櫓の上からバシャバシャッと雨のような矢が降ってきた。「こはいかに?」と仰天していななく駒の手綱を締めながら上楼を振りあおぐと美軸が壁上に現れて「ヒップ何しに来たか!」と大音で罵った。この城このそは 先に何時が偽って我が九主玄徳様から騙し奪ったもの。当然、今日、元の主人の手に帰った。もはや何時の家ではないのだ。どこへでも行きたい方向へ落ちて行け。両夫は炙りに立って、はがみをしながら。陳大夫はいないか城内に陳大夫がいるだろう陳大夫、顔を見せろ と叫んだ。美軸はカラカラと笑って。陳老人は今、奥にあって、祝杯をあげてござる。まんまと測られた相手に、この上未練な姿を見せたいのか。そう言い終わると、彼の姿も、ひらりと牢のうちに隠れ。あとには、どっと手を打って笑う声のみが聞こえた。無念だ。 無念だだが、まさか、新太夫が俺を女夫は、狂い回る駒と共に、停戒してそこを去らなかった。陳急は歯ぎしりして。まだ悪人の関係とお悟りなく、愚かな後悔に連々とご苦悶があるか。悲しいかな。我が主君は。 死ななければ目の覚めないお人だあまりな呂布の集体に陳休は腹を立てて一人先へ駒を引っ返してゆくと呂布も慌てて後を追ってきたそして力なく勝敗へ行こう勝敗の城には腹心の長領高純の二人を入れて守らせてある しばらく勝敗によって形勢を見よう」と言った実際残る策としてはそれしかなかったさすがの陳旧も万策尽きたか黙々と旅婦に従っていったするとどうだろう紛れもない長領光順の二将が彼方か,から来るではないか しかも、勝敗の兵を残らず引き連れ、砂煙を上げて、こっちへ急いでくる様子なのだ。両夫、陳急は目を見張って、おや、なんでと、またしても、あっけに取られた顔をして口を開いていた。 三。一方、それへ近づいてきた光順と長領の方でも両夫の姿を見て、心から不審そうに。あ、これは我が君。どうしてこれへこしなされましたかと尋ねた。いや、俺よりも、その方どもこそ。一体何しに、こんなところへ急いできたか。 呂府の反問に、孔淳、長領はいよいよ下せない顔して、これはいかなこと、我々両名は、家宅勝敗守って動かぬことを欲していましたが、つい二時ほど前、ちんと馬を飛ばしてはせきたり、我が君には昨夜来、曹操の刑にかかって獣医に落ちたまえり徳、徳、徳、助手へ急いで主君を救い立てまつれ、 と、こう縄文で弱わるなり、鞭打って立ち去りましたゆえ、すはこそと、にわかに用意を整え、これまで参ったところでござる。そばで聞いていた陳休は、もう笑う元気も、怒る勇気もなくなったような、ただほろ苦い唇をゆがめて、それもこれも、皆、陳太夫、陳と親子のたくらみごと。 さてさて、守備よくもかかったり、悔やめども遅し、寒れども及ばず。<laughs> と、横を向いた。両夫は恨みがましく、ハッタと目を天の一方に据えて。<laughs> うーん、よくも俺に腐敗を伸ばしたな。 俺がいかに陳と親子を徴用して目をかけてやったか。誰も皆過分と知っておるところだ。暴音の悪感目。どうするか見ておれ。陳休は冷ややかに言った。ご主君、ようやくお分かりになりましたか。しかし、これからどうなさいます勝敗へ行こう。およしなさい。恥を重ねるだけです。 神道はもう曹操の軍を引き入れて、祝杯を貪っているに違いありません。さもあらばあれ。キャツらのごとき、蹴散らして奪い返すまでだ。猛然先に立って、勝敗の城壁の下まで来た。陳宮の言った通り、城東には、もう敵の正規が変本と見える。そして、旅府たれりと聞くと、 そこの高屋倉へ登った鎮刀が、だ高に笑っていった。あれ見ろ、赤い馬に乗った物乞いよ。飢えたか、何を吠えているぞ。岩石でも食らわしてやれ。んをぞく鎮刀、俺の恩を忘れたか昨日まで、誰のために来、誰のために録をはんでいたか黙れ我元艦長の真 兄何時ごとき粗暴逆心の族に心から随心なそうや、愚か者めんう,う、その細首の元取りをこの手に掴まぬうちは、誓ってここを引かんぞちんと、城を出て戦えわめいているところへ、後ろにある光順の陣をめがけて、突然、一票の軍馬が、 北方から猛襲してきた。さてはまだ曹操の兵が城外にもいたのかと、大いに動揺して左右の陣をにわかに後ろへ開いて、角翼に備え立て、いざ来いと、おのおの手につわして待ち構えていたが、近づくと、それは曹操の兵とも見えない。 恐ろしく薄汚くて雑多な根性軍であった馬も悪いし武器も不揃いだったしかし勢いは甚だしくすさまじいどっと向こう水に突貫してきたかと思うと先手と先手のぶつかり合った波刀線の陣馬は血煙に赤く霞んで双方のわめきは 直ちに参列を極めた。すると、たちまち死産して、馬前、人もなき鮮血の大地を蹴って、龍玄徳の舎弟、カン玄徳の弟、長妃とは俺のことこの顔を覚えておれと名乗りながら、馬を獅子のごとく踊らしてくる二期があった。 し見れば、一人は表頭古備の猛者、すなわち長庇。一人は主面超前の豪傑、すなわち関羽であった。いや、いや、玄徳の弟だ長官が現れたぞ目に見、耳に聞いただけでも、両夫の兵は奮い恐れた。二人は無人の境を行くように。 の備えを蹂躙した。不甲斐なき味方かな」と大将光純は部下を知ったし長飛の前に立ちふさがって早々火花を交わしたがたちまち馬の尻に鞭打って回想する味方の中に没し去ったカウはは82金の清流刀を引っさげあえて増票には目もくれず 中軍へ諸突して「珍しいや呂布関蕩は名を健在なりや」と呼びかけた事の不意と意外な敵の出現に呂布は動転していたが是非なく馬を返して戦ったところへまた「兄貴その敵は俺にくれ」と張飛が見つけて陣雷のようにかかってきた 呂布は心中に「今日は悪日」とつぶやいて慌てふためきながら逃げ出した「あおのれ待て!ま」と張飛は追う関羽も飛ぶ飛蕎の尾も触ばかり後ろに迫ったが彼の馬と呂布の馬とはその脚足がまるで違う俊足関蕎の速い足は辛くも呂布の一命を救った 呂布は,は,はついに家避へ落ちていった家避は呂布の出城のようなもので元より小城だがそこには部下の後世がいるし要害の地ではあるのでひとまずそこに寄ってと四方の暫兵を集めたかくて戦は曹操の大将に帰し曹操は玄徳に対して もともと、そこもの城だから、そこもは以前のごとく、徐州に入城して、大衆の座に直りたまえ。と言った。徐州には彼の祭祀が監禁されていたが、美塾や鎮太夫に守られていたので、皆つつがなく、玄徳を迎えて対面した。久しぶり、一家君臣一座に帰して。勘武と長妃は、 勝敗の離散の後、いずこに身を潜めていたのか。玄徳が問うと、出前は海州の片田舎に隠れていました。と、勘は答えたが、長飛は、ぜひなく冒頭山に逃れて山賊をやっていた。と、正直に語ったので、人々は大笑いした。数日の後、曹操は、 中軍を会場として盛大な贋園を開いたその時彼は自分の左の席を玄徳に与えた右の方は空席にしていたそれから順に従軍の諸大将や文官も席に着いたところで曹操は立って「この度第一の功は陳太夫陳塔親子の働きである」 世の遊座は、陳老人に与えるものである。と、述べた。全員、拍手の中に、陳大夫老人は末席から息子に手を引かれて、曹操の右側に着席した。あなたには十件の六を与え、規則陳等には、福波将軍の職を贈る。と、曹操はなおねぎらった。 看護解消のうちに宴は進み、その中でまた、いかにして旅夫を生け取るべきか、の最後の作戦が、和きあいあいのうちに、しゅしゅ検討された。生け取るか殺すか、今度こそ旅夫の始末をつけないうちは、曹操は巨土へ引かない決心であった。 五。火火の小次郎は、旅婦にとって逃げ込んだ檻に等しい。旅婦はすでに檻の虎だ。しかし、旧祖が猫を噛むの例えもあるから、檻の虎の料理は優しきに似て、下手をすれば噛みつかれる恐れがある。その席上、帝育が言った。 飛びで魚をあぶるようにゆるゆると攻め殺すがよいでしょう。短兵急に押しつめると、いわゆる破れかぶれとなって、死女に乏しい旅婦のこと、どんな無謀をやるかもしれません。旅券も、帝育の意見しかるべしと賛同して、旅婦の立場になってみると、今はただ造派。 孫憑などの泰山の続投が頼みであろうと思われる。それも儚かなく、いよいよメンツもなく、最後の切り札を選ぶとなれば、わいの演術へすがって、無条件降伏を申し入れ、演術の授けを借りて、猛然、反抗してくるに違いありません。曹操は、両者の言へ当分にうなずいて。 いずれの説も世の意中と変わりはない世の恐れるところも呂布と演術とが結ばれる点にある三島の道道は世自身の軍をもって遮断するから劉玄徳はその非課をよく得して下避より歪南の間の通路を警備したまえと言った玄徳は謹んで尊命、 承知いたしました」と誓った宴は終わって一度万歳を唱え各々人所へ帰ってゆく玄徳は即日平和を整え助衆には美塾と寛容の二人をとどめて自身関羽、長飛、孫権の共柄を引き連れて 火軍から歪南の往来を切り塞ぐべく出発した。それも、火火の急敵に気づかれると死に物狂いの抵抗を受けることは必然なので、山を伝い、山間を抜け、ようやく呂布の背面に回った。養路の地勢を考えて、まず柵を結い、石章を設け、 丸木小屋の見張り所を建て、ぼうろを組み上げなどして、街道はおろか、峰のそま道、谷間の細道まで、獣一匹通さぬばかり、監視は厳重を極めていた。冬は近づく。止水の流れは、まだ凍るほどにも至らないが、草木は枯れ尽くし、 万目症状として、寒烈、肌身に染みてくる。旅夫は、城をめぐる死水の流れに、酒もぎを引かせ、武具兵狼も十分城内に積み入れて、雪よ、早く山野を埋めろ、と、天に祈った。彼は自然の他力を頼みにしていたが、 陣地にたけた陳休は霊唱して彼にいさめた曹操の姓は遠路を着て戦い続けまだ配備も整わず冬を迎えて陣夜の儲けもできていません今直ちに逆寄せを成したまえばいつをもって牢を打つで必ず大象を吐すだろうと思います呂布は首を振った そううまくはいくまい。敗軍の挙句だから、まだこちらの少子こそ士気が上がっていない。彼の来たり攻めるを待って、一度について出れば、総軍の大半は死水に溺れてしまうだろう。ふ <laughs> そうですか。陳球も近頃は彼に対する情熱を持ちきれない風である。勾弁もせず、 っって引き下がったと、こうする間に、早くも曹操は三刀の境を訳しまた当然、火碑へ押し寄せて城下を太平で取り固めた。そして二日余りは八草に送っていたがやがて曹操自身わずか二十基ほどを従えて何を持ったか。 死水の際まで駒を出して、洋風に合わん、と、上中へ呼びかけた。